ジョナタン・ビアビアニーは、フランス・パリ出身のサッカー選手。グアドループにルーツを持つ。セリエ B、トラーパニ・カルチョ所属。ポジションは MF。インテル・ミラノのユース出身。当時の登録名は、ジョナタン・ベゴラ。セリエ B の AC ・キエーボ・ベローナ及びモデーナ FC への、レンタル移籍を経験した後、2009から10シーズンは、セリエ A のパルマ FC でプレーすることとなる。 2010年2月よりインテルとパルマの共同保有となったが、同年6月にインテルが保有権を完全に買い取った。2010から11シーズンよりインテルに復帰。2011年1月、サンプドリアのジャンパウロ・パッチィーニとビアビアに金銭で取引が成立したため、サンプドリアへ移籍した。なお、インテルはその後パッチィーニをアントニオ・カッサーノ、 そしてイシャクベルフォディルへと交換したが、後にその4人のうちパッツィーニを除く3人がパルマで顔を合わせることとなった。2011から12シーズンよりパルマ FC でプレー。2013から14シーズンはセリエ A36 試合に出場し6ゴール7アシストでチームの6位フィニッシュ UEFA ヨーロッパリーグ出場権獲得の原動力の一人となった。 2014年9月2日、クリスティアン・ザッカルドとのトレードで AC ミランへの移籍が合意となったものの同日中に破断となった。結局パルマに残留して迎えたシーズン開幕後の9月18日、心臓の不正脈で当面戦列を離脱することとなった。2015年4月11日、パルマの財政難のため契約を解除した。2015年7月10日、 フルスインテルへ4年契約で復帰。2017年8月7日、AC スパルタプラハに買取オプション付きのレンタルで移籍した。2018年8月7日、パルマカルチョ1913へ1年契約で復帰。ありがとうございます。